底辺 YouTuber が改造中をぶっ壊す。お世話になります、ひとりでございます。いきなりですが、この動画は改造らしきポケモンが中古ロムで偶然手に入ったついでに検証する動画です。私は自分でデータを改造してはおらず、また改造を推奨する意図もなく、改造を防ぐためにこの動画を作っております。私は改造ポケモンを配布したり、オンライン対戦や交換で使用したりと、他のプレイヤーに害を与える不正行為はもちろんいたしません。この動画では改造ポケモンを検証のために使いますが、検証後にはもちろん逃がしますし、この動画で以外も改造ポケモンは当然のごとく使えません。なお、改造ポケモンはデータ破損させるとの噂もあるので、絶対に真似しないでください。その点ご理解いただき、ご覧いただければ幸いです。で、今回何をやるかというと、ポケモン本部ポケモンバンクは改造を弾いてくれるのかを検証していきたいと思います。いろいろな情報を見ると、ポケモンホームとかポケモンバンクは改造ポケモン送れないとか書いてあったり、遅れても卵に変換されるとか、チェック機能がガバガバで遅れたりするとか、いろいろ言われています。とにかく改造に関しては、どれも人から聞いただけの誰かが証拠なしに発信した情報をそのまま鵜呑みにして、それをさも事実かのように語られたものばかりで、実際にやった上でどうなのかという確実な情報はほとんどないですよね。実際のところどうなのか心配になってる人はいると思いますので、この噂の真相を解明するために今回は検証していきたいと思います。今回使う個体はこの3人いる色違いミュウと色違いゼルネアス、さらにはルビーにいるセレビ、メタグロス、ライコーでございます。で、私自身でこれらのポケモンの情報を調べたところ、まずミュウはプレシャスボールに入っていて、親 GF、 これはゲームフリークということですね。このミュウは海外で配布はされていたみたいですが、その配布では色違いは出ないらしいです。しかもこの個体は本来だったらついてるはずのクラシックリボンもついていません。ちなみに今現在、色違いミュウは古びた改造を使い、再発展の孤島でしかゲットできず、プレシャスボールはありえないので、おそらく改造っぽいですね。ゼルネアスについては、私が持っている個体はプレシャスボールです。一応色違いは過去に配布されていたみたいですが、リボンがついていた上に親が XY&Z だったらしいので、私の個体はそうではないので改造っぽいですね。そもそも親がオースラブ TVE ってのが入ってる時点で改造濃厚らしいですね。ちなみにオースラブ TV って改造で有名らしいですが、私の場合オースラブ TV に E がついてるんですが、これ何なんですかね。ちょっと違う目的の個体なんですかね。まあどうでもいいですけどね。あとはこちらのルビーに行きまして、レベル2と明らかにおかしいセレビが1体、同じくレベル2のライコー、あとはこちらも絶対におかしいメタグロスレベル2がおります。これらはいずれも普通に入手することができないレベルですので、改造確定と言っていいでしょう。ということで、これらの改造野郎たちを送れるか検証していきましょう。まずは色違いゼルネアスと色違いミュウをね、送っていきたいと思います。まずポケモンバンクを開きまして、じゃあポケモンバンクを使うで、このゲームソフトを使う、はい、こちらの画面出まして、ここに色違いミュウと色違いゼルネアスいますので、送ってみましょう。あ、一応これ、あ、移動するは普通にできますね。移動するは普通にできるぞ。これ、え、どうなの、これ遅れてるってことじゃない、もうすでに。ミュウも別に普通に掴んでいくことできますね。え、これいけんじゃね、普通にレポート書いて終わりますか。はい、え、何も言わないよ、弾いてくれないじゃん、普通に行っちゃうの、それやばいでしょ。あ、行っちゃった、データの送信が正常に終了しました。え、マジ何の、いや、行っちゃったわ、マジかよ。じゃあポケモンホームへの引っ越しをやりましょう。はい、これでじゃあボックス選んで、確定かな、これではいを押すと、普通に行っちゃってんじゃん。じゃあポケモンホームで引っ越しで準備 OK。 はい、それじゃあ行きましょう。はい、入力していきますよ。 OK、 引っ越しパスワード入力完了しました。ポケモンホームへの引っ越しを始めますと。あ、行きましたね。じゃあポケモンホームの方を見ていきましょうか。レイボックスそのまま、はい、ポケモンの迎え入れを始めます。普通に行っちゃった大丈夫か。じゃあポケモンで見ていきましょうか。どうせ剣盾ね、送るかもしれないんで、送れたらね、ここで見ていきましょう。はい、どこだ、緊張するね。はい、左に行って、多分2あたりにいるんじゃないかな。そんなポケモンいないですからね。 いた、普通に、マジか、普通に行けんじゃん。これは一応バッテンマークついてますけど、これはただ普通に送れないってだけですよね、多分。もともと全然卵とかになってないっすね。改造は卵になるっつったのは嘘か。まあだから一部そういうやつもいるっていう感じなんすかね。普通に改造でも連れてこれちゃうっていうことですね。まあですから、まあ、とりあえずじゃあミュウ持って行ってみます、試しに。はい、いや、いけちゃうの、普通に押せましたけどね。はい、じゃあ記録して終わる。じゃあ剣盾起動してみましょうか。はい、じゃあ剣盾起動しまして、見てみましょうか。どこにいるんだ、31だっけ、どこに入れたんだっけ。あ、いる、普通にいるわ。待って、普通に 5V でいましたね。ミュウ色違いちゃんといました、普通に連れてこれたどういうこったこれ。
全然いけんじゃん。シンクロ挑発羽休む鬼ビサイコケニス、穏やかな地方、応援地方からやってきたということでね、リボン持っていませんですから、やはりでちゃんとした改造のやつですね。これ完全に改造判定みたいなやつはガバガバすぎですね、本当に。だからやっぱり明らかな異常な数値とかじゃない限りはちゃんとすり抜けちゃうっていうことなんですかね。多分色違いとかリボンとかまで細かくはチェックされてないっていう感じですね。はい、それでは次はルビーに入っていたセレビーとメタグロスとライコーかな、そのレベルがね違う改造個体を送ってみたいと思います。ルビーから連れてくるですね。連れてきます。 OK、 6匹選んでくださいと出ましたんで、まずここちゃんといけるか見てみましょうか。セレビーでしょ。あ、普通に押せるし、例えばこっちでここ押すと、このポケモンも秘伝技がついてるので連れていけませんみたいな感じでちゃんと出るんですよね。っていうことはこれもうすでに連れていけるっていう感じですかね、多分このメタグロスレベルにも。マジか、普通にいけんじゃん。え、マジか、雷光レベルにもいけましたね、普通に。これはいけないんじゃないの、だってわかるでしょこれ明らかに。まああと適当に選ぼっか。グラードンはこれちゃんとしたやつですね。バシャーモとジグザグマと選んだ6匹のポケモンを連れていきますということで、はい、押しましょう。いけちゃうのかよ、無事に連れていくことできましたって普通にいってんじゃん、いけちゃったね。はい、じゃあそれじゃあパールを起動してね、パールパークで捕まえていきたいと思います。頼むよ、来てくれよ。あ、ジグザグマ来ましたね。ジグザグマ捕まえたぞ。オッケー、行くぜ、頼む。オッケー、はい、セレビー来ましたちゃんと通ってる、レベル、あ、レベル2でちゃんと来てますね。これやばいじゃん、なんでこれはすぐ弾けるだろう、はっきり言って。ちゃんと剣盾まで行けちゃうかな、このまま。多分さすがにレベルは弾けると思うんだけどね。メタグロスは出てこないんじゃない、さすがにレベル2で。あ、来ましたね。あ、バシャーも来ましたね。はい、いいよ、あと3体かな。すげえ時間かかってんな、やっぱ改造だからかな。もしかしてフィルターみたいなのかかってんのかもしれないですね。あ、出てきた出てきた、やっと出てきた。めっちゃ時間かかったな。雷光来た、来ちゃったよ。てかかっこいいな、めっちゃデザインが。すげえ出にくかったから改造出ないかと思ったら普通に出ましたね。あ、来た、メタグロス来た。おい、いいのかよこれ。じゃめっちゃ時間かかりましたね、これくんの。こいつが一番珍しい認定されてんですかね。絶対にダメだよ、来ちゃう。オッケー、ラストキューターかな。はい、グラードン来ました。オッケー、ありがとう。オッケー普通に通ってしまった。オッケーオッケー、これで見ていきましょう。あ、ちゃんといるね。メタグロスレベル2、ライコーレベル2、あとセレビレベル2、普通に来れちゃいましたねやばいでしょ。でさらに次の段階送ってみましょうか、一応。カムヒア、そこに立ちしたまえ。はい、じゃあ行きますよ。ここでダウンロードプレイと、ちゃんと来たんで選んでやっていきますよ。で、ここからが一番重要なところですね。でもここ黒くなってないですよ。黒くなってるやつって連れていけないんですよ、このやつとかカイリキーとか。ですがこれセレビーとか多分ね連れていけるんじゃないですか、これ普通の色なので。行きますよ。え、行けちゃった、普通に行ける。なんでこれ、せめてこれはさちゃんとやっといてよって思いますけどね。はい、あ、行けちゃった、マジかマジか、普通にいけたわ。いやーもうミスったわ、全然できねえわ。ちゃんともう一回やって連れていこう。オッケー、いいぞ、時間余らせてクリアですね。レポート書き込んでます。別に送れないとかのメッセージねえぞ、普通に送れちゃうんか。あ、オッケー、電源を切って終了してください。普通にいけたね。はい、ではブラックの方に戻りまして見ましょうか。はい、レベル2いっちゃったマジか、普通にメタグロスも行ったし、セレビポケモンバンクから多分行けないとかそんな感じじゃないの。だってこんなにいともたやすく行ってしまったからね。じゃあ次の段階行きましょうか、もう早速。はい、じゃあ次はポケムーバーで行きましょうか。はい、このゲームソフトを使う。あ、転送できないポケモンいた。あ、ちゃんとここで弾かれましたね。いや、ポケムーバーでそういうのをちゃんとやってくれんだね。さすがにここでインターネットが結構導入されたというか、そういう感じですから、ここでそういうフィルターみたいの結構ね、しっかりしたんじゃないかなと思います。ちょっとこれ家にしましょうか、一回。ここで一個ね、私、アイデアがありまして、それはどういうことかと言いますと、で、結局、雷光レベル2と、メタグロスレベル2と、セレビレベル2は送れなかったので、おそらくレベルの問題だと思いますので、これレベル上げれば普通に送れんじゃないかなと思いましたので、ちょっとこいつら育ててみたいと思います。まあ、今回は検証のために改造ポケモン育てますけど、皆さん絶対に真似しないでください。もしかしたらデータ発音の可能性もね、ありますので、ご注意ください。はい、それでリーグ終わってライモンシティでいろいろ戦いまして、ある程度育てまして、雷光40レベル、セレビ40レベル、メタグロス48レベルまで行きましたので、これでもう一度試してみたいと思います。
はい、じゃあまたポケムーバーでね行きたいと思います。あ、中身に問題のあるポケモンがいます。問題のあるポケモンは転送できません。マジか、転送できないポケモン外しました。またいたか。セレビと雷光はちょっと無理でしたね。じゃあもうちょっとレベル上げてみる。とりあえずメタグロスはレベル2のやつは育てればいけるということが分かりましたね。もう一回ちょっと育ててみましょうか。あと1周だけポケモンリーグやっていきたいと思います。はい、ということでもう一回殿堂入りしまして、1時間ぐらいかけてね、雷光51にしました。でさらに、セレビーもレベル50になってますんで、まあこれでね最後できるかやってみたいと思います。でも多分無理そうだな。なんかオッケー、じゃあ再度ポケムーバーやっていきましょう。あ、転送できないポケモン含まれています。あー、ダメかやっぱり。とりあえず改造の中でもセレビーと雷光はちょっと、まあどこがいけないのかわかんないけど送れないということですね。多分メタグラスは送れるので、まあこいつ送れるか一応試しておきましょうか。一応改造さんですけど。じゃあポケモンバンクで送っていきます。転送ボックスから送っていきましょう。こいつらまあ一応ね持っとくって感じかな。こいつが一応改造ですね、メタグラス。ただ正常の状態に戻ってるんで、レベル的にはね、だから送れるっていう感じかもしれないですね。とりあえずレポート書いて送ります。はい、データの送信が正常に終了しましたということで、送れたっぽいですね。これじゃあポケモンホームに送りましょうか。はい、ポケモンホームへの引っ越し、ランで確定でと、これで入力完了と。はい、じゃあラストポケモンホームで確認していきましょうか。引っ越し準備が整ったポケモンが4匹いますと。はい、連携していきますよ。はい、いました。ちゃんとメタグロス来ましたね。やばいでしょメタグロスは本当に。それでは一通り検証終わったので、ここで使ったポケモンをね、全部逃がしたいと思います。改造ポケモンのやつはね、まずメタグロスですね。こいつはいらない、バイバイ。1匹だけ逃がす、お前はいらない。逃がしたポケモン帰ってきません。いらねえよこいつ、改造野郎が。でこいつゼルネアスもこいつも逃がします。いらないんで1匹だけ逃がす。改造なんかで手に入れたポケモンはいらねえ。くそ。こっちに我が剣盾に入ってしまったミュウもいますから、こいつも逃がしていきましょう。こっから逃がせんですね、ポケモンホームから逃がせんだ。ミュウなんかいらねえ、お前はクソだ。でちゃんと終わる状態にしときましょう。記録して終わると、結局あんたたちは俺には必要ないっていう話ですよ。この世から消え去ってくれ、全世界から。はい、じゃあそれではこっちのブラックの方も3時間ぐらいねかけてね、無駄に育てた雷光とか逃がしていきたいと思います。この改造野郎がいなくなりやがれ、私の時間を無駄にさせやがって。こんなね無駄な殿堂入り2回させてクソだお前ら、消えやがれ。で、はい、ここでレポートちゃんと書いときます。これで OK ですね。ということで今回いろいろ検証しましたが、検証結果はポケモンバンクもポケモンホームも異常な数値のやつは弾かれるが、リボンや色違いまではチェックされてない。つまり改造チェックはガッバガバでした。ですので特に中古ソフトを買った人や、カッコ作でミラクル交換で怪しい個体を手に入れた人は、剣盾に送るなら普通に送れてしまうのでご注意ください。もちろん私の雷光やセレビーみたいに、おそらくステータスもそんな間違ってないのに弾かれる例もありますけどね。でもほとんどの場合は改造かどうかは自分で見分けるしかありません。改造の見分け方は別の動画で解説しているので、わからなければ参考にしてみてください。最後にゲームフリークさん、改造チェックについて一言言わさせてください。私たちはガバガバより締まりがいいのが好きなんです。